じゃあドクターイエローを作っていくよ。箱から部品を出し、こんな感じで組み合わせて作っていくんだね。いろんな形のこのブロックを組み合わせていこうかな。この形のブロックと、よし、この形をこうやって合わせていくよ。よし、もう一回同じように合わせていって、そしてこっちの方にはこんな形のものをこうやってはめていって、そしてこの後ろのところにはちょっと色の違うこの形をはめて、こんな感じで部品をどんどんと作っていくよ。こんな形を作って、そしてこの内側のところにこうやって、そしてまた同じ形のこれをこうやって、よいしょ、はめて、そしてこの後ろのところもこうやってはめて、今度はドクターイエローのこの車輪の部分をこうやって、よし、そしてこんな感じで組み合わせて、この先のところにこのタイヤを取り付けて、こんな感じでくるくるって回るように作っていくよ。この部品にさらにこんな感じでどんどんとつなげていって、これで片側の車輪部分できたね。逆も作っていくよ。もう一つ同じものを作って、そしてこのさっき作ったものと組み合わせて、車体の中心部分をこんな感じで作っていくよ。よし、こんな感じでだいぶ本体っぽくなってきたよね。そして一番最初に作ったこの屋根の部分をこうやって、よいしょ、取り付けてあげて、よし、ここが運転席になるのかな。あとノーズの部分も作っていこうね。まずはこの部品とこのちょっと斜めになった部品を組み合わせて、そして黒いプレートを、よし、それからまた同じようにこの形のプレートをこうやって組み合わせて、よし、そして最後はこれで、そしてこれをこんな感じで重ねてあげて、あと同じように重ねてあげて、ここにこんな感じで押し込んでいって、こんな感じで運転席部分ができてきたね。このノーズの部分をまた作っていくよ。こんな感じで組み合わせて、そしてこうやってこんな形をまずは作って、そしてこの下の部分をまたこういう部品を組み合わせて、そして今度は三角だね。三角をこうやって
取り付けて、そしてこの2つの部品をこんな感じで組み合わせて、そしてこの下のところにこうやって取り付けてあげて、よし、こんな感じかな。そして最後にこのシールをここのところに貼り付けて、よし、これでドクターイエローが完成したよ。